報を教えてください。はい、年間を通してあるんですが、春の陣、夏の陣、秋の陣、冬の陣って年間4回ドーム座の中でイベントを開催しています。それは陣というのはどういうことをやるんですか？この辺、神楽が名物ですので、はい、神楽実はいろんな剣を持って戦ったりする出し物ですので、それにちなんで陣というふうに名付けてるんですけど、道の駅としてはどんなことをやるんですか？道の駅としてですか？はい、はい、道の駅としてこの陣の他にですかね、陣の中、陣にちなんで何かを、そうですね、ごめんなさいね、神楽を見てもいただきながら、北島町内の特産を使った島の料理をですね、味わっていただいたり、特産品を販売したりと。そうですか。それぞれにやるわけですね。はい、そうです。はい、わかりました。はい、今日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。広島県北広島町の道の駅豊平どんぐり村をご紹介いたしました。では一曲お送りしましょう。村松健さんのピアノです。スノースノーワルツ。土曜日にお届けしておりますが、コミュニティ FM 全国200局を超える各地のラジオ局コミュニティ FM の横顔をお伝えするコーナーですね。さあ今日ご紹介するのは、街のみんなが主役、 FM ビューは室蘭地域を応援します。 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。北海道室蘭市にある FM ビューです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。沼田裕也さんですね。はい、沼田です。こんにちは。はい、パーソナリティ沼田裕也さんに今日はご紹介いただきます。はい、では早速ですが、放送局の紹介をお願いします。はい、FM ビューは、一昨年平成20年の8月10日に開局しました、はい、北海道室蘭市のコミュニティ FM です。はい、で今年2年目になりまして、放送しているんですけれども、はい、この室蘭市という場所はですね、札幌から JR で大体およそ2時間ぐらいの場所にございまして、はい、人口がおよそ9万人の、室蘭市の中でちょうど中心の位置に、します輪西町にスタジオがございます。なるほど。室蘭といいますと私がイメージするのは、鉄の町、ね、はい、大きな製鉄所がありますが、はい、やはり、地元は鉄とは切っても切り離せないでしょうね。そうですね、この室蘭はやはり鉄の町と言われておりまして、特にこの輪西地域はその製鉄所の城下町として古くから栄えた町なんですよね、はい、で現在その人口は減ってきてはいますけども、歴史のある商店街ですとか、はい、そういったところが頑張っておりまして、先日は中小企業庁の新頑張る商店街77選というものにも選ばれるということで、非常に明るく元気に頑張って
なっている町ですね、はい、スタジオはどんなところにあるんですか。はい、その町の中の一角にですね、もともと銀行として使われていた建物で、下が家具屋さん、今はその2階の場所にスタジオがございます。はい、で、まあ、リスナーさんが見学に来てくれたりとかっていうスペースもありますね、はい、あ、そうですか、はい、あの FM ビューというこの名前の由来は何ですか。はい、室蘭というのは非常に、まあ、風が強い町ということでも有名なんですけれども、まあ、風車があったりして風力発電したりするんですけど、まあ、その風が皆さんビュービュー吹くって言いますよね、はい、そのビューからですね、この室蘭地域は非常に景観の美しいところが多くてですね、まあ、地球岬というところを聞いたことある方もいるかもしれませんが、番組で何かご紹介いただけますか。はい、それから室蘭といえばものづくりの町というのも言われておりまして、はい、この町クリエイターという番組をご紹介します。はい、はい、まあ、室蘭港には100年ぐらい前からですね、製鉄所製鋼所というものがありまして、この地域の産業が成長しながら工業研究開発も盛んに行われているんですね。はい、でちょうどその室蘭工業大学も今紹介しましたけども、そういったつながりで、まあ、またものづくりに携わっている方をゲストに迎えて
開発している技術や製品、また苦労話っていうのをですね伺う、うん、そんな番組なんですね。なるほどね。はい、で今回ですね、今年創業22年という比較的若い会社で、うん、精密金属加工の取締役工場長の藤井哲也さんに出演していただいた時の放送を聞いていただきます。はい、僕はですね1998年入社なんです。コンピューターを使って製作する機械のオペレーターとして入ったんですが、はい、今工場長なんですが、金型の設計もやっていたんですよ。で、金型のこともよくわからない中で